編集っていうのは離職率がくっそ高いんですけども、ちゃんとこういう風に直してくださいって言ったら、それ直さずにそのまま出版されました。あと出版社によって出版する速度が全然違います。契約書も後なんで、僕が出した後に来るんで、まあ、大体10ぐらいがマックスであるんですけど、語学書が 10% だから、それはゴーストライターがいっぱいいるのもよくわかります。日本の電子書籍高いんですよね。 Amazon で見て初めて書いてる資料とかってよくあります。そうでは始めました、マジックチャンネルです。今回はですね、はい、ごきげんよう、ベルです。今日もハム文学市場です。いいですね、そのベルって名前が羨ましい。何でもその話します。また何でも仕事来れるじゃないですか。森田さんだと何のかありますか。元気もりもり、筋肉、筋肉もりもり。いや全然筋肉ないし、話ももりもり、話もりもり。いやだって何でもいいじゃないですか。ピーターパン来ましたとか言ったらティンカーベルって言ってやって、ディズニーさんとどうですか。美女と野獣のベルから来てるんで、そうですよ、うん、だからそう何でもいけちゃうと思って羨ましい。だってノーベル賞の話であればもう、ね、いくらでもベルが語るノーベル賞とかやればもう語れたらですよ、それは。今日何の話ですか。はい、さあさあ、ちょっとしばらくやってなかったんですけど、はい、出版業界の裏とかですね、やってたとかあった。やってたんですね。はい、いくつか出てはいたんですけど、まあベルさん最近その出版業界の闇に迫るみたいな感じで。やってない、やってないです。やってないです、ね。やってはないですね。やってないです、ね。はい、ちょっと出版業界についてね、はい、話してみようかなと思います。はい、森哲さんはもう著者としていろんな出版社と関わってますもんね。そうなんです。うん、でベルさんはインフルエンサーとして、そうですね、出版業界と関わってるんですけど、はい、見えてる業層が全然違うんじゃないかなと思って。違うと思います。それで言うと私あんまないですね、はい、一冊ごとだったりプロジェクトごとだったりするので、はいはい、毎回人違うし、その期間限定なんで、うん、そんな深いところまで知れないので、逆に今後私がもし書く身になったらとかいうところで教えていただければと、うん、こんなこと気をつけなさいと。編集っていうのは離職率がくっそ高いんですけども、うん、あ、そう、もうそれすら知らなかった。週刊誌のやっぱ記者とかで最初に配属されるときついみたいな話は聞きますけど、はいはいはい、編集者って花形じゃないですか、言ってみればその、はいはいはい、やっぱ編集者になりたくて出版社入る人って多いと思うんですけど、まあ、激務なんですかね。そうなんです、やっぱり結構やめちゃいます。編集者がつくわけですもんね。そうですね。変わりますか、同じ出版社でも。変わります、基本一冊ごととかに。まあ一冊ごととか一冊でも変わることしょっちゅうありますよ。一冊の中で、一冊の中でも別の編集者になるってことは普通です。じゃあやっぱでも相性とかもありますよね。そうですね、当然ありますね。途中で一冊も作らずに辞めちゃう人とかもいますし。あ、やっぱ、まあ、元気まで耐えられなくてっていう感じなんですか。やっぱり時間感覚が狂うっていう人もいますね。作家さんによっては夜型の方とかもいらっしゃいますもんね、合わせるのが大変って言って、またあとは出版社によっても全然違うので、仕事のやり方が、もう本当に最近は増えてきましたね、土日全く働かないっていうところが増えてはきましたけど、その編集の人によってはもう全然関係ないと。でも確かにそうだ、夜中の 2,3 時とかにメールが来ることがあって、こんな時間まで働いてたのとか、土曜日じゃん日曜日じゃんって言って即レス来たりっていうことあります。そういえばそういう人もいますね。これはまあ塾業界も似てますけどね。あ、本当にブラックなんですかね。まあそうですね、そういうところに耐えられるかどうかっていうので、だ働いてた出版社によっても全然違ったっていう人もいますよ、やっぱり。あ、いろいろ転職してみて、転職していろんなところで編集やってみて、もうこんな朝までみたいな感じでやるのが当たり前なのっていうところもあれば、全然もう土日は一切誰も働きません、連絡取りませんっていうところもありますね。最近は多くなりました、土日に連絡が来ない出版社が多くなりました。作者側としてはどうなんですか、その良くも悪くもです。いや、ここ早くやってくれっていう時も、時間ないんだからっていう時もあれば、まあまあまあ、その方が心身ともに健康でいられるよねって思う時ありますね。本当バラバラです。体育会系のとことかはかなりきついらしいですね。ああ、そうなんだ。ゴリゴリのところもあるんですね。あるっていう話ですね。そういう感じなんですよ。中入って見てたりとかはない。出版社の中に入ってて、出版社自体に行ったことはあるんですけど、文春法を止めに行ったんです。文春法を止めに行った話はそれ本当にあるみたいな。文芸集中社とかも行ったことありますけど、まあ、文芸の方なんで何か関わるのか、皆さんが期待しているような文春法とかの中身は全然わかんないですね。
なんかこれはぶっ飛んでたなとかっていうエピソードあります？話せる範囲で。いっぱいありますね。これなんかベルさんのチャンネルみたいになってくる。確かに私のチャンネル流すとかみんな興味あるかもしれないけど。ぶっ飛んだのは、いろんな人がいますよね。一瞬で辞めた人は、こうやってくれ、あれやってくれって言って、一切聞く意味を持たなかったっていうのはすごかった。じゃあ俺の言うこと聞け的な感じってことですか？それとももうなんか全部スルーみたいな感じ？スルーでしょ。新人ですよその人で。これだと、いやちょっとダメだから全然話にならないから、ちゃんとこういうふうに直してくださいって言ったら、それ直さずにそのまま出版されました。怖い。でも責任だって森哲さんになっちゃうから。そうマジかって思いましたよ。だからそうやってちゃんと構成とかやってくれるのかっていうのも大事なポイントなんです、うん、たまにありますけどね。これ本当に入ってんのチェックみたいな、あの作品もまあ正直ありますよね。まあ、ほとんどやっぱり語学書って語色が出ちゃうもんなんで、まず無理なんですけど、やっぱ結構校了のその日、その朝までずっとやってるってことは何回もありました。あと出版社によって出版する速度が全然違います。あ、どうなんですか、早い方がいいんですか？早い方がすぐに出るんで、このタイミングだ、今ここで出せば売れるみたいな感じでいけるんですけど、ただやっぱミスは多くなっちゃいます、ね、圧倒的に夜中まですごいやるとかっていうのもあるし、逆にもう絶対もうこの何ヶ月間は構成絶対入れますっていうところもあります。9ヶ月間絶対やりますとかいうところもあれば、はいはいはい、やっぱ質高いですかそういう。そうですね、基本は、それでもやっぱりまだまだっていうミスがあるっていう時もあります。本当に1ヶ月で出すところもありますからね。よく言われるんですけど、本ってどれぐらいかかるんですかって、うんうんうん、バラバラです。本の内容にもよるし、出版社によります。速さ重視のところなのか、丁寧さ重視なところかなのか、うんうんうん、まああと印税もバラバラですし、当然、うんうんうん、高いところもあれば安いところもある、うんうん、まあ、大体10ぐらいがマックスであるんですけど、語学書だったら 10% で、それよりもなんかもう何万部売れたんで、じゃあ11にしましょうとか12にしましょうみたいなことはあったりもするんですけど、基本は10がマックスなんで、そういうのもあったりしますね。税が違う、本当印税もバラバラ。じゃあ作りたいものによってこう出版社を変えたりとか選んだりとかも。ああ、そうですね、まあ、だから持ち込みはあんまりないですけどね、今の時代は。オファーが来て、そうですね、そっちが多いと思いますね。昔は持ち込みも結構あったみたいですけど、うんうん、であとは語学書だったら英語の和訳を作ってくれるところと作ってくれないところとか、ほう、いろいろありますね。ベルさんのね、チャンネルの、もうベルさんのチャンネルのものにしちゃいましたけど、ベルさんのチャンネルの視聴者が見たいと思う内容だとしたら、やっぱね、印税の支払われ方だと思うんですよ。それみんな気になります。逆にやっぱり作家志望の人が多いんですかね、私の視聴者。一冊一冊売れたらお金が入る仕組みだと勘違いしてる人がすごく多くて、そういうものじゃないので、普通は。で、どういう感じなんですか？普通は例えば5000部出しますって言った時に、じゃあ印税 6% でってなったら、5000部出してその 6% がその出て、それでその全部入ります、うん、ああ、売り切らなくてもってことですか？はい、それが普通です、うん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 、それが多分一番多いです、今までやってきた中ですね、うんうんうん、でも出版社によってこれも違うので、仕組み全然違うので、ちゃんと契約書を読んでおけっていうことですね。そうなんです、まあ、契約書の前に、そう、契約書も後なんで、僕ら出した後に来るんで。出した後に契約結ぶんですか？そうです、遡って。そうなんです、効力怖いっすよ。そうなんですよ、だからその辺もちゃんと先に言っとかなきゃいけないんです。喋って約束してからなんで、うんうん、出版社側も本が出来上がらないと契約できないんです。なんで、そう、原稿料とは違うんですよね。この辺がめんどくさいところで、ちゃんと文字に残しておかないといけないと。だから揉めるのもめちゃくちゃいっぱいあるわけです。まあでもたまに上がってきますもんね、そういう感じで揉め、ま、契約関係でいっぱい揉めてます。揉めて払われた払われないっていうのは、はいはい、あります、あります。確かに契約文化はあんまりないかもしれないですね。でパーセンテージがそれってことで、まあ、6のところもあれば8もあるし10もあるしみたいな感じでバラバラで、うん、で変動するところもあります。どれだけ売れたらこうするとか、うんうんうん、増刷されたらもうパーセンテージ変わりますとか、そういうので分けてるところもありますし、半分は保証します。出版して3000部出したとしたら1500部までのお金は先に振り込みます、はいはいはい、その後は売れた分だけです、歩合制ですっていうところもあるし、他にも1500部払います、その1年後に残りの1/4、そのまた1年後に残りの1/4払いますみたいな、そういうバラッバラです。本当になんかちょっと分かりました。作家さんとかがこう何釣りになりましたって言って結構報告をして、はいはいはい、おめでとうございますみたいになるんですけど、
その裏の理由としては、その何釣りってなったらまたその分だけ一回バンと来るからっていうことなんですね。そうです。まあもちろんそれ以外にも理由あると思いますけど、うん、で本っていうのはやっぱ何釣りとかにならないと何のお金にもならない仕事なので、重版あってこそのっていう感じなんですね。そうです。それがなかったら、増刷されなかったら僕らの仕事なんていうのはアルバイト普通にした方がいいよっていう、うんうん、かけた時間考えると。そうなんですよ。もうコンビニでバイトしてた方が全然いいじゃんこっちだったらって、うん、ウーバーイーツで走った方がいいじゃんみたいになります本当に。だから増刷されてやっと意味があるわけです。で増刷されていけばなんか不労所得きたーって感じになるわけですけど、増刷スター状態ですね増刷されてなければ単なる時間の無駄だったみたいなのがぶっちゃけ。だから本当に出したい、もう何でもいいか、何でもいいからっていうか、なんかその評価は一旦置いといて出したいっていう気持ちとか、まああとはそのステータスとして使うのもあるじゃないですか、はい、多いですね。そうん、やっぱり、まあ、インフルエンサーとか経営者の方であれば、はい、こう本出してますっていうのがこう一つステータスになる。めちゃくちゃ大変ですからね。だからそれはゴーストライターがいっぱいいるのもよくわかります。なんかそれこそビジネス系の書籍とかだとライターさんが別にいてとか、はい、編集協力っていう形でやられてるのもありますよね、はい、いやそれはそうだなと思います、うん、この労力をずっとかけ続けるっていうのはそれはめちゃくちゃ大変ですからね、うん、よくわかります。それはいいと思いますけどね、分業自体は、まあ、自分で書いてますって言って他の人が書いてたっていうのが後々あれかなと思いますけど、はい、松本伊代のインタビューあれなんで知ってるんですかよくヒロミが話してこれどうなんですかこの部分、いやまだ読んでないから分かりません自分で出すっていうのはどうなんですか。例えば一人出版社とか自費出版もあるじゃないですか。自費出版はうまくいくんだったらいいですね、その賄えるんだったら全然いいんですけど、自分で大体シミュレーションできてればいいけどっていう。それでこける人もいっぱいいます。自費出版でこける人たちめちゃくちゃ借金負いますからね。一回全部負わなきゃいけないわけです。そうです。出せば出すほどものすごい借金って言っていう人もいますし、見てるので逆もしかりで、もうボッカンボッカン儲けた人もいます、うん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 、それも見てるので。まあそうですね。そしたらもう全部自分のものになるわけですもんね、売れたら。なんで、 でも書店に置いてもらえるかとかいう、ね、問題とか。そうそうそう、そういうのがあるので、そこはやっぱコネだったりとか力だったりとか営業をどうやってやっていくかとかですね。なんかクラファンとかでやってるみたいなのもありますよね。はい、ありますね。やってる人もありますが、まあ甘くないですよ本の業界は。おー厳しいですね。語学書はそこまでこう落ちなかったんですね。波はないんですか。紙がダメで、もうこれからみんな電子書籍で読んでいくからって思ったら、意外とやっぱり語学は紙で勉強したいって人がまだ多いっていう状況なんですね。あ、でもそれなんか分かる気がしますね。なんで思ったより下がらなかったっていう。その電子に切り替えるとか、電子に入ってくる頃出版社たちすごい揉めて、どう契約するかとかってなったんですけど、意外と大丈夫でしたね。でも電子より紙で買ってほしいんですか、作者としては。作者としては電子で買った方が印税率高いですから。ああ、じゃあ電子でいいでもいいんですね。そうです、そっちの方がいいんですけど、ただ日本の電子書籍高いんですよね。もっと違うんですか、外国だと。もっと安くできるはずなんで。まあそうですね、紙の印刷のあれ全部バッとカットすればものすごい安値で売れるはずなのに、なかなか日本って難しいんだなって思うんですね。だから Kindle とかほとんど変わらなかったりしますからね、 Amazon で出てて、ね、紙版となんでこんなに違わないのみたいな、こっち側からするといや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 半分以下にできるだろうっていうのがすごいあるんですけど、それは電子書籍なんか普及させないのかなと思って、そういうことなのかなっていうのはちょっと感じました。まあ、あるんじゃないですか、やっぱこう出版社と書店とのこの今までのつながりと。そうですね。いいんですか、ベルさんのチャンネルでこんな話私のチャンネルないですよこれ、森田さんのチャンネル出してくださいベル喋るでも私聞いてるだけだったんでノーダメージですよ。ノーダメージまあ、著者が書けなくて延期みたいなのはいっぱいあるんですけど、うんうんうん、ごめんなさいお互い様の部分もあるにはあるけどっていう、出版社が勝手に延期するとかっていうのもあって、そういうのでもうはぁみたいな感じでもう出さないみたいな。よくそれを50回もやってきましたね。いっぱいあります本当に。もう在庫を減らさなきゃいけないんでとかって言われたりとか、あとやっぱり営業と研修側のどっちが強いかとかです。営業が強いところがまあほとんどですけど、営業の言いなりになってるところも結構あります。題名とかも知らない、勝手につけられて全然本のコンセプトと違うのに。釣りじゃないですか。あ、そう、釣りですよ本当に。アマゾンで見て初めてタイトル知るとかってよくありますよ。そうなんだ。全然合ってないじゃないかみたいな、そんなコンセプトじゃねえしみたいなのもありました。こういう業界です。なんかずっとブラックなところにいますね。そうですね。
あんまちょっと希望がなくなって夢も希望も出版においてはなくなってきたんですけど、いろいろあるんです。なんか売れてる素晴らしいってなってる人の陰に、はい、そういう苦労のした本がほとんどだってことですね。そうですね。そんなところも噛み締めながら読者は読んだらいいのかな。えらく長々と私が喋ってしまいました、貴重なお時間をいただきまして、ということで今回はブリさんにおいでいただきました、はいはい、どうもありがとうございました。楽しかったです。ごきげんよう。